あなたの、はい、お私のやつこういうのと両方で、しみちゃんが両方で混ぜてやるから、はい、ね、ちみちゃんが今ね、今さっきね、はい、切りました。名人の指導を受けて切りましたそばを今から湯がきます。平麺、平麺、これ私の平麺ね、はい、1ミリの5ミリのね、平麺でございます。ももちゃんのやつ、はい、これでこっちの方は若干太いので、あ、ちょっと早めに、早めに、ああなるほど、早めに入れてタイマーをセット。何分ぐらい湯がきますか？まだ考えてない。あったかいやつだから、若干固めに入れて、あ、そうか、ついてて、まあ、切ってすぐと冷蔵庫へ保存してあった分ではやっぱり磨き方が若干違うというですね。あったかくすると、うん、もう一回これで温めるので、はい、その分を計算に入れて、これはともちゃんの、ちみちゃん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 、このあの厚みの不均一なそばとですね、それを、まあ、はい、今湯がいております。その食感を楽しんでください、ね、でも自分でね切ったね、そばですからね。これ、あ、これ何？今ね、うん、で二つ口があるので、はい、一つを消して、はい、で沸騰を継続して、ああ、これの場合1分30秒、大きい鍋に入れて、これの場合ね、はい、この太さによって違うからなかなか難しいね。太さによってえらい違う。あ、それを一度こう、この一度水に、はい、入れてこれで、あ、さらにこれをぬめりを取る、ぬめりを、そばになんかぬめりがあるんですね。ね、知らなかったな。あの打ち粉を引いたでしょ、うん、あれもくっついてほしい。あ、はい、ぬめりを取りました。で、まだ普通はこう、これでじゃなくて冷たいそばはそれで終わりなんだけど、はい、冷たいそばは合わせで終わりやけども、あったかいそばなんだ。あったかいそばの場合は、冷たいそばはもうこれにだし、冷たいそば用のだしを、あったかいやつは秘伝の、これ別に、つゆ、秘伝の鴨のつゆを、鴨ずるい、いいですね。とりあえず3つこれに使いますね。鴨ね、今3つ分ね、はい、お皿3つ用意してあります。こちら行きましょう。これを。あ、もう一度。それに言うと温かいのが冷たくなる。ああ、そういうことか。これで一度。こう温かいそばの場合は一度、もう一度お湯につけて、ちょっと軽く水切りをして、寝てから、水切りじゃないね、お湯切りか。湯切り。で、あ、なるほど、温かくして、ほかほかのを、美味しそう。あ、美味しいに決まってるじゃないですか。さっき売ったやつやね。ね、打ち立てですからね。いやいやいや。なんかもう小箱の香りがします。あ、いや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 。香りはね、ちょっと微量に入らないんで、ね、そこは何回分もあるの。食味レポ。あー、これはいいわ。はい。すごい。うん。何という。で、鴨だしですね。鴨だしスープを。完成で、完成、完成で、お持ちいたしましょう。
これに入れてみようか、はい、とりあえず2ついきますね。じゃあ、あとは食味レポ、ね、食味レポ、はい、先ほどね切ってきたところを、さて湯がきます。今度は冷たいそば用細麺、はい、細麺いきます。師匠がね1ミリに切りました。1ミリ角に切りました細麺でございます。これは何分というか、これはね、36秒、あれそんな短いというかもんなんですか。36秒から40秒の間。へえ、3分間待てようじゃないんですね、ラーメンみたいに。さっきの幅広いの日も1分。へえ、あ、そうですか。細ければ細いほど、例えば もっと細いやつは20秒とか、そんなこともいや、もうほんなまあいいや、つけてすぐ揚げるような感覚ですね。つけても、まあこれだと、たぶんそばんちにあったやつは大きい釜だったけど、これだと小さいので、うん、はい、入れた時に今沸騰してますよね、はい、これが入れますよ、はい、入れた時にこういうふうに収まってしまう。あ、沸騰したお湯が、それは当然入れると若干温度下がりますよね。釜の大きさが違うので、うんうん、そばんちのだとね、なかなかこうあんまり収まらないんだけど、あ、でだからこれで揚げたらダメだよね。要するにさっき言った秒数っていうのは、うん、再度沸騰してからの秒数。沸騰してからの秒数、あ、いや、そういうことか、うん、でちょっとね、そうするまで見てましょう。これが収まらないのが本当はいいんだけど、なかなかね、でまた沸騰してきちゃうんで、これで40秒。これで40秒。よっしゃ。お、沸騰してきましたね、また。沸騰したよね。はい。で、ここら辺から、まあ、38秒っていう感じになります。沸騰した時の温度とによって、これによって相当変わるのね。温度は変わらない、まあ、あれなんだけど、沸騰するっていうのはすごい大事な。まあ、いよいよですね。はい、40秒、40秒経過。はい、すぐ入れて、冷まします。はい、流しながらという、ね、とりあえずここは冷まします。一旦冷ます、はい、このままで置いておくと茹ですぎるんだ、うん、だから冷まします。一旦冷ます。そしてでお湯を切って、さらに冷水で締める。あ、アクを取られたね、ぬめりを、アクじゃないわ、アクとは言わない、ぬめりでしたね、はい、失礼いたしました。アクは山菜やな、ね、ぬめりを取る。これで食べるときにぬめっとした感じをなくして、なるほど、この手際の良さがまあ秘訣でもありますね。再度綺麗なので、再度綺麗なお湯で、お湯じゃなかった、水ですね。はい。で今度は冷たいだしやからお湯にはもうつけない。このまま盛り付けね。はい。ちょっと盛り付け見てみますね。おう、豪快ね。
豪快。イエーイ。あらよっと。これよっと。キラキラしてる。村長はね、これが別物ですけどね。これ村長です。あ、はい、それは山の芋、おとろろそばじゃね、おろしあの、山かけそば、よく、ね、粘っております。はい、これで持って行ってもらおうかな。はい、